オランダ・オーファー・アイセル州オルデンザール出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは FW。オランダサッカー界のみならず、欧州サッカーでも最も長い名字を持つオランダ代表ストライカー。FC2 エンテで1996年にプロデビュー。2000年には代表デビューを果たす。2001年まで所属し142試合で59得点を記録し、 期待の若手として注目された彼をルートファン、ニステルロイの後釜を探していた PSV、アイントホーフェンが獲得。その後ややスランプに陥るものの、2004から05、シーズンに28試合で19得点を挙げ、代表にも復帰した。2006FIFA ワールドカップのメンバーにも選出されている。2006年8月、スコットランドの名門、セルティック FC へ加入。 中村俊介を含めたゴードンストラカン体制で集められた選手でもあり本人曰くキャリアをセルティックで終えたいとのことでチームに対する献身度も高い中村とは同い年で連携度も高くこの二人のホットラインは幾度となくゴールを決めたセルティックではスコット・マクドナルドゲオルギオス・サマラス等をまとめる FW のリーダー的存在だった2009年9月 プレミアリーグの春シティ AFC と2年契約で移籍。春ではシーズン通じて出場したが、チームをプレミアリーグ残留に導くことができず、契約を1年残して退団。2010年8月30日、オーストリアブンデスリーガの SK ラピートビーンと2年契約で移籍するも目立った活躍はなく、2011年6月に双方の合意の上で契約を解除した。 2011から12シーズンは、しばらく無所属状態が続いていたが、若手育成の促進を目指していたフルス PSV に誘われ、シーズン終了までの契約を結んだ。2012年5月15日、現役を引退することを発表した。セルティック時代のヘッセリンクとエファンデルスの代表で、クラース・ヤン・フンテラールとトレーニングするヘッセリンク。ありがとうございます。